白馬村。白馬村は、長野県の北西部に位置する北安住郡群の村である。北アルプスの麓にあり、冬はスキー、夏は登山の観光客が訪れ、秘書地として知られる。単体のスキー場としては、国内最大規模の八方尾根スキー場があり、長野オリンピックの会場にもなった。複数のスキー場を含む、リゾート地としての白馬バレーは、小谷村。 大町市を含めた総称である。村名は、富山県と接する白馬連邦の白馬だけに由来する。かつては白馬だけを含む連邦に名前はなく、竹、西山等々ひとまとめに呼ばれていたが、連邦の万年雪が季節ごとに変化する過程で、山肌の雪型の模様が変化し、白柿を行う時期に現れる。形の一つが、村から見ると馬の形をしていたことから、 いつしか、白馬岳と称された。それがやがて、白馬岳に変化し、白馬岳と音読されるようになり、麓の村や鉄道駅の名称ともなった。今日の白馬村の中心地である白馬町の一帯は、糸井川街道の開通に伴い、集落が築かれた、明治時代には固有の名称がなく、地籍名の、日向は、あるいは現在の八方口のかつての古匠、 四ツ屋に予知する四ツ屋と呼ばれた。明治から大正時代にかけて、日向川や松川の氾濫が相次いだことから、日向川という名が水害を招く要因ではないかと、忌避され、四ツ屋の呼び名が年を追って盛んになった。四ツ屋の名称は、昭和以降も使われたが、太平洋戦争によって中断していた、国鉄大井都線の中土駅、小滝駅間の開通工事再開によって、 新潟県側の平岩に新設される駅の名に白馬の名が押されると平岩に白馬の名を取られては困ると考えた四谷住民は区総会によって1954年昭和29年6月1日区名を白馬町に変更町内の駅を白馬駅と改称するように国鉄当局に陳情した1五十七年昭和十二年八月十五日に 大井線は開通したが、白馬駅の名称はいずれの駅でも使用されず、1968年、昭和43年になって、品野四谷駅が白馬駅に改称され、今日に至る。村の西側には、標高に1900メートル前後の山々が連なる、後ろ立山連峰、東側には1500メートル前後の小谷山地があり、 三階に挟まれた白馬盆地は南北に細長い形をとっている。盆地内を姫川がほぼ南北に縦断している。村内で松川、日向川などの大きな支流が姫川に交流し、複合洗上地を形成している。長野市、小谷村、大町市、小川村、富山県黒部市、朝日町と隣接するほか、隣接区間はわずか200メートルほどではあるが、 新潟県糸井川市とも接している道路はないため、登山以外で新潟県との県境を通過することは不可能。また、富山県との県境は地形が険しく道路がなく、車両による往来は不可能で、最短ルートは糸井川経由となる。夏は冷涼。冬は寒冷で大量の降雪がある特別豪雪地帯であることから、 スキーを軸とした観光業が盛んである。年間を通じる営業で豊富な香水に恵まれる。冬に日照が短く多量の積雪を見る日本海側気候と通年で気温の比較差が大きい内陸性気候の特徴を合わせ持つ。最元月の平均気温は摂氏22.6度であるが最寒月の平均気温が氷点下摂氏3度であるため、 欠片の気候区分では出順大陸性気候に属する。以下に観測記録を列挙する。室町時代には、沢あたり、佐野、飯田、飯森からなる四うな、小と呼ばれる六条飲料の荘園が存在した。今日の白馬村一帯は1882年、明治15年頃までは、田畑や原生林であり、塩の道沿いの日向川神社の付近に数個の家屋のみ、知られていた。 糸井川街道の開通が契機となり、街道に沿った新たな宿場町の設立を希望する有志が集まり、1888年、明治21年末には31戸を数えた。1975年までは6000人台で推移していた人口は、1980年代前半から増加に転じ、2000年代には1万人台に迫る勢いであった。 2010年代後半では減少に転じている。ただし2010年代前半より定住外国人の増加が進んでおり2012年末では総人口に対する割合が3.1%であったのに対し2017年末時点で7.39%と増加している。村内に高速道路は通っていない。関東方面からは上。 新越自動車道長野インターチェンジ、中京方面からは長野自動車道安住の IC、北陸、関西方面からは北陸自動車道糸井川インターチェンジからのアクセスが便利。都道府県道主要地方道一般県道村道、道の駅、楠木川のほとりに、オカルの穴と呼ばれるホラー穴がある。昔、姑ととても仲の悪かったオカルという嫁が、 ウジ神様のハンの面を盗み姑を脅したところ、ウジ神様のたたりでハンの面が取れなくなってしまった。恥ずかしくなり、逃げ出したオカルはホラー穴に隠れそのまま亡くなった。その後そのホラー穴はオカルの穴と呼ばれるようになったと言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。